皆様、それでは定刻になりましたので、ただいまより株式会社フューチャーリンクネットワーク2021年8月期決算説明会を始めさせていただきます。私、本日の司会を務めさせていただきます、柏原と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。今回はですね、新型コロナウイルスの感染拡大に備えて、決算説明会に際する皆様の感染リスクを低下させるために、会場での開催ではなく、ウェブ上でのライブ形式での決算説明会とさせていただきます。では、まず本日のスピーカーを紹介させていただきます。本日、決算説明をさせていただく代表取締役の石井です。石井です。よろしくお願いします。続きまして、質疑応答の対応させていただく取締役の中川です。中川です。よろしくお願いします。はい。ではこの後、石井より決算説明をさせていただきますが、その後、ウェビナーの挙手機能により皆様のご質問をお受けさせていただきます。詳しい方法については、質疑セッションの冒頭でご説明をさせていただきます。では、2021年8月期決算概要を代表取締役の石井より説明いたします。では改めまして、フューチャーリンクネットワークの石井でございます。本日はご視聴いただきありがとうございます。昨日発表させていただきました4月期の決算説明と思っております。内容はこちらを予定しております。まず初めて聞いていただく方もいらっしゃると思いますので、改めて事業内容を簡単におさらいさせていただきたいと思っております。その次にですね、2021年8月期の業績ハイライト、そして今後の成長戦略、2022年8月期の業績見通しという順番でお話をさせていただければと思っております。最後に今後の取り組みをいくつか代表的なものをご紹介させていただいて、私からの説明とさせていただこうと思っております。事業内容の説明を最初に入らせていただきます。改めて当社フューチャーリンクネットワーク2000年の3月に創業した会社でございます。本社は千葉県船橋市にある会社でございます。創業以来、地域の活性化を継続的かつ発展的事業の形で実現することで社会に貢献する。創業以来、愚直にこの企業理念を守って事業を発展させてまいった、そんな会社でございます。まずそもそもどうしてこういう事業理念の会社を事業を始めたのかというところをお話しさせていただきたいと思っております。当社の創業した2000年、どんな時代だったかと振り返らせていただくと、いろんなことが起きたんですが、まずインターネットが黎明期の時代でございました。まさにこれからインターネットが普及し始める、そんな時代でございました。時を同じくして、もう一つの現象として僕らが注目しているのが、当時クーポンビジネスがちょうど流行り始めた、そんなタイミングでございました。ビールが500円安く飲めるお店を探せる、非常に便利なサービスが、クーポンマーケティングがこの期を境に流行り出してきたのがこの時期でございます。また時を同じくして、フランチャイズチェーン店が一気に広がってきた、そんな時代でもございました。インターネットの普及とクーポンマーケティング、そしてチェーン店の普及というのは、僕らからすると決して無関係ではなくて、因果関係があるものだというふうに考えております。全国どこに行っても、おいしいものが安く、安心のサービスを受けられるというのは確かに非常にいいんですけども、どこに日本どこ行っても、福岡行っても同じもの、東京行っても同じもの、確かに確率的で安価なサービスというのはメリットありますけども、本当に消費者ニーズでそれだけで満足できるのかなという問題意識を持ったのが、まず創業のきっかけの一つでございました。本当は確率的なサービスと同じぐらい多様性あるニーズもあるんじゃなかろうか。東京から離れたところでは、東京では見られない景色を見る。ビールが500円安く飲めるというのも価値ですけども、むしろビールが500円高いかもしれないけども、そこでしか味わえない味わい。そういった多様性あるコンテンツも流行っていくんじゃなかろうか。そもそもインターネットという社会インフラは、多様性あるコンテンツが花開くものじゃなかろうか。折しも2000年頃、検索エンジンとか情報デバイスを開発するベンチャー企業が次から次に出てきてですね、今GAFAを代表するいろんなサービスがこの頃生まれてきたんですけども、どんなに検索エンジンが高度化しても、どんなに情報デバイスが高度化しても、そこに載せていく魅力あるコンテンツがないと面白くさも半減するんじゃなかろうかと。僕らはその多様性あるコンテンツを拾うことによって地域を元気にしていく、これは非常にビジネスチャンスがあるんじゃなかろうかと考えたのが創業のきっかけの一つ。もう一つが社会課題でございます。俺自身もその頃から少子高齢化というのが若干言われ始めてきました。日本の人口パイは減っていく。
もちろん人口を増やせるに越したことはないんですけど、なかなか簡単にはできる問題ではない。人口パイが減っていくのに、画一的で安価なサービス、スケールメリットを追い求めるだけでは、ますます日本の国力は減衰していくんじゃなかろうか。特に地域は人口パイが減るんであれば、より一層付加価値を広めていく。500円安くビールを提供するよりも、500円高いかもしれないけども、そこにしかない価値、東京から遠くてもこれしか見れない景色こそ浮き彫りにしていくことによって、日本の全体、マクロ経済学的にも成長させることができるんじゃなかろうか。この社会課題と市場の環境を合わせるときに、あ、これ我々はこの地域活性化を付加価値ある情報を流出させることによって活性化していく。これを継続的かつ発展的事業の形で実現するというテーマに出会って創業し、今に至るというのが当社の事業でございます。今、当社は3つのセグメントで事業を進めさせていただいております。地域情報流通事業セグメントは、まさに地域情報プラットフォームを運用し、付加価値を流通させる事業。そして公共ソリューション事業は、その地域情報プラットフォームを使って、国や自治体とのパブリックの課題解決を行っていく事業。そしてマーケティング支援事業は、同じく地域情報プラットフォームを使って、特に大手のエリアマーケティングを支援する事業。この3つのセグメントで事業を進めさせていただいております。はい、じゃあ、地域情報プラットフォームとは何か。我々の会社はよく、地域情報サイト、ポータルサイト、マイプレを運営する会社というふうに言われることもありますけれども、これは我々にとって正確な説明ではありません。我々は地域情報プラットフォーム、マイプレを運営する会社というふうに自認しております。プラットフォームとは何なのか。この真ん中の、イメージ図の左側。地域の付加価値情報、イベント情報、コミュニティ情報、そして地域のお店、施設の付加価値情報、これを僕らが集めてくる。僕らの足で集めて、編集し、配信していく。その返信する先が多様な情報の出口。その中の一つが、地域情報サイト、マイプレなのであって、この地域情報サイト、マイプレを通して、情報を発信することのみにこだわっているわけではありません。検索エンジン、SNS、デジタルサイネージ、テレビ、イベント、AI、ロボット、いろんな手段があるんですけども、この多種多様なチャンネルで集めてきた地域の付加価値情報を多種多様な出口、多種多様なデバイス、多種多様な出口で情報を配信することによって地域の付加価値情報を流通させて地域の活性化をしていくというのが我々の地域情報プラットフォーム事業でございます。右側に書いてありますが、付加価値情報とは何なのか。ビールが500円安く飲めるお店だったら他のデバイス、チャンネルで探してくださいと。我々がお届けするのはビールが500円、むしろ高いかもしれないけどここにしかない価値、こだわり、特徴、魅力、これら情報を集めていきたいというのが我々のプラットフォームの考え方でございます。このプラットフォームを全国現在46の都道府県、764の市区町村、289のサイトで運営している。これが当社の事業、地域情報プラットフォームマイプレでございます。はい、じゃあ、このプラットフォームを使ってどのように収益を上げているのか、収益構造からまず最初にお説明させていただきたいと思っております。真ん中に地域情報プラットフォームマイプレがございます。右側、オレンジの部分が地域情報流通事業セグメントでございます。マイプレのロゴから下の地域の事業者の矢印が伸びております。僕ら直営地域では、我々が直運営をする地域において、我々の社員が地域の事業者をお尋ねし、彼らのお店、事業内容の付加価値情報を取材します。ここにしかない価値、あるいはこのサービスの魅力を僕らが取材していく。これをプラットフォームを通じて、いろんな地域のユーザー、あるいは地域に訪れるユーザーに情報を配信していきます。この情報配信の対価として僕らはプラットフォーム利用料を頂戴している。これが僕らの事業の原型でございます。右側に運営パートナーがありますが、僕ら直営地域以外は全国に根ざした運営パートナーに僕ら直営地域で培ったノウハウやシステムを提供し、彼らがそれぞれの地域で同じように地域の事業者に営業を行っております。彼らはそれぞれの地域で利用料を頂戴し、その中から我々がロイヤリティをいただく。この直営地域及び全国の運営パートナーとして一緒に運営しているのが、この地域情報流通事業セグメントでございます。上にある公共ソリューション事業というのが、このまさに僕らが地域情報プラットフォームマイプレを運営する体制を使って、国や自治体の課題解決する。これが公共ソリューション事業でございます。2021年8月期、一番比率がこの公共ソリューションの中で大きかったのはふるさと納税 BPO なんですけども、このふるさと納税 BPO をはじめ、我々の地域情報プラットフォームマイプレを使った国や自治体の課題解決するソリューションを提供し、その対価として委託費、ないしは手数料を頂戴する。これが公共ソリューション事業でございます。左下、マーケティング支援事業は、地域情報プラットフォームマイプレを使って
主に大手、ないしは自治体、あの大手の小売流通、それから不動産事業者が多いんですけども、のマーケティング支援事業を行うセグメントでございます。我々がマーケティング支援を行う、エリアマーケティングの支援を行うことによって、その対価として販促費を頂戴する。この3つのセグメントのそれぞれの収益事業で運営しているのが、当社の収益構造でございます。はい。それぞれのセグメントをもう少し細かく見ていきたいと思います。この地域情報流通事業セグメントは先ほど紹介したように、全国の運営パートナーと一緒に運営するのが当社の特徴でございます。9月1日時点で154社、全国のパートナーがございます。それぞれのパートナーが北は北海道、南は石垣島まで地域に密着し運営している。よくあるデジタルマーケティングツールを提供する会社と我々の違いの一つ大きな違いはここでございます。それぞれ各地域に運営者がいることによって、特にリテラシーの低い中小事業者にも寄り添って、我々がラストワンマイルの存在を発揮できているというような特徴でございます。マイプレにご掲載いただいている、利用いただいている事業者の多くは非常にリテラシーの低い地域の中小事業者でございます。僕らが寄り添えることによって、このマイプレというウェブマーケティングツール、ウェブマーケティングの機会を提供することによって、地域の中小事業者の DX を担っている、そんな事業も持っております。あ、すいません、画面がちょっと一辺先行ってしまいましたが、はい。このそれぞれの地域で密着している部分と、全国でノウハウを共有し、システム化する部分、これが我々地域情報流通事業の強みでございます。はい、続いて、公共ソリューション事業のもう少し細かい説明させていただきたいと思います。先ほどご説明したように、地域情報プラットフォームマイプレのプラットフォーム、およびその運営体制を使って、あの官民協業モデルの形で課題解決する事業でございます。地域に根ざした運営体制と、情報流通の技術、ノウハウを使って官民共同事業を展開をしております。僕らは自治体の仕事を入札で落札し、年度末に納品する、そのような事業体はあまり取っておりません。基本的には継続的かつ発展的に国や自治体の課題を解決し、かつ民間企業として我々も利益を得続ける、そのような形態を特徴としております。一番代表的なのが、ふるさと納税の BPO でございまして、これも我々、ポータルサイトを運営していて、かつ、ふるさと納税の行っているというと、ふるさと納税のポータルサイトを運営してるんじゃないかと勘違いされてしまいますが、それは違います。我々は、地域がふるさと納税始めるときに必要となる、まず、地域の生産者、あの農家であったり、メーカーであったりに、僕ら取材に行き、彼らと商品開発を行い、で、物流や PR を僕らが寄り添って行っていく。我々が集めた情報をそれぞれふるさと納税ポータルサイト各社さんにアップロードしていく。結果、寄付をするのに、地域の魅力を発信する。そのようなことを行っている事業体でございます。続いて、マーケティング支援事業でございます。こちら、地域情報プラットフォームマイプレのプラットフォーム自体、ないしはそこを運営することで培ったノウハウを使って、主に地域にエリアマーケットを行いたい大手企業、それから自治体の施設の販促支援、マーケティング支援を行う事業でございます。昨今、新聞を取る世帯が減っております。エリアマーケティングをするチャンネルがどんどん少なくなっていく中、そうは言ってもエリアマーケティングしたい事業者、小売事業者や不動産事業者が主ですけども、非常に多い。それを僕らが地域情報プラットフォームマイプレ自体、毎社その運営体制を使って支援していくというのがマーケティング支援事業セグメントでございます。はい、このような事業をセグメントで運営するのが当社でございます。引き続いて、業績ハイライトのご説明させていただきたいと思います。昨日公表させてもらいましたが、2021年8月期は売上高13億4900万円、前年同期比 18.9% 増、営業利益1億円、前年同期比 128.5% で終了させていただきました。マーケティング支援事業が前期比 10.2% 減という形の中、地域情報流通事業および公共ソリューション事業の事業が成長を牽引したというのが全体的な特徴であります。販管費も増加しておりますが、事業成長につなげるために必要な年だというふうに考えているところでございます。はい、業績予想に対して売上高 100%、営業利益率 115.8% 着地しました。緊急事態宣言やまん延防止等による影響を受けましたが、その影響をもともと加味した事業計画だったため、見込み通りに成長させていただくことができました。はい、全体の数字をもう少し細かく見たのが、こちらでございます。売上高の推移からまず見させていただきたいと思います。まず左側は、経年での、進捗変化でございます。見ていただきましたように、地域情報流通事業セグメントおよび公共ソリューション事業セグメント、
ともに大きく増やすことができました。残念ながらマーケティング支援事業はコロナウイルスの影響を受け取り若干苦戦しているところでございます。右側は季節要因でございます。地域情報流通事業セグメントはあまり季節要因がありませんが、見ていただいて分かる通り、公共ソリューション事業セグメントは1クォーター、2クォーターが若干変調気味でございます。これは公共ソリューション事業セグメントの中のふるさと納税の BPO がどうしても年度末に集中するためにこのような推移になっております。次が営業利益の推移でございます。左側が経年変化でございます。ご覧いただくと、見て分かりやすいんですが、利益で見ると地域情報流通事業セグメントが大きく増えております。これは地域情報流通事業セグメントは非常に限界利益率が高い、SaaS 型のモデルでございますので、非常に利益率が高くなっているというような特徴でございます。コロナウイルスの影響を受けて以降、マーケティング支援事業は苦戦の状態になっております。で、右側、クォーター別の推移でございます。こちらも先ほど前述の通り、売上同様、2クォーターに若干変調気味になっているのが、見ていただけるかと思います。主な費用の推移でございます。当社、人件費が非常に大きな比率を占めているところでございます。地域情報プラットフォームの拡大開発のためですね、人材および広告に積極的に投資をしている、そんなところでございます。引き続いて BS でございます。この度上場させていただき、調達させていただきましたことで、自己資本比率が大きく改善をしております。それぞれ、セグメント別にもう少し細かく見ていきたいと思います。地域情報率事業セグメントは、先ほどお話しさせてもらった通り、売上高4億7400万円、前年同期 20.5%、営業利益が2億4100万円、前年同期で 99% 増という形になりました。いくつか要因がありまして、まず一つが、このマイプレご掲載、プラットフォーム利用料に今名前を変えようとしている、まさにさらばですけども、こちらの単価が、1年間で4142円から4915円に確実にアップしました。ちなみにこちらの数字は、ベンチマーク上、当社の直営エリアの数字でご説明させていただいております。また、コロナ禍によって、去年の2月、3月、つまり去年の下半期が大きく影響が出そうだったんですけども、それまで運営パートナーの開拓、ご案内には、ローカル線を乗り継いで、各地域を訪ね歩いて、ぜひこのマイプレ事業を新規事業で参入しないかと、直接お会いして訪問することが、我々営業手段のメインだったんですけども、コロナでそれが全く訪問することができなくなりました。非常に心配された部分だったんですけども、このコロナ禍の中でですね、運営パートナーのご案内をオンラインに変え、ネット上でも我々の事業の特徴、魅力、可能性を知ってもらう動画アーカイブをたくさん揃えて、オンライン上で我々事業を理解いただき、契約いただくという形で営業スタイルをスイッチいたしました。これが非常に奏功して、結果35件の契約獲得をすることができました。運営パートナーが前期より19社増加して154社体制になっているところでございます。はい、続いて公共ソリューション事業でございます。売上高6億2900万円、前年同期 34.4% 増、営業利益1億5500万円 22.9% という形になりました。ふるさと納税の自治体数が前期37自治体から33自治体に減少してしまいましたが、受託自治体に関与した寄付額が41億円から49億円と、それでも大きく増やすことができました。当社の強みでもある圧倒的な地域密着性の運営体制によって、各種施策が寄付額増加につながったものというふうに考えております。また、先期より消防庁や加古川市で実証実験による防災情報配信の事業へ参画が行われております。また、これも後ほど詳しく説明しますが、地域共通ポイントの浸透を目的に端末コストがかからない、現在は決済端末を配布しておりますが、これがかからない二次元コード決済型の新ポイントシステムを自社で開発し、リニューアルをしております。続いて、マーケティング支援事業セグメントでございます。売上高2億4500万円、前年同期 10.2% 減、営業利益900万円、前年同期 75.4% 減という形になっております。いまだにコロナウイルス感染症拡大の影響により、大手小売チェーンの販促需要は回復途上でありますけれども、その影響を前提とした事業計画を策定していたため、業績予想通りには推移はいたしました。で、今後の成長戦略の話に移らせていただきたいと思います。我々は、この成長戦略の中心に据えているのが、この左上の循環図でございます。
まず左側の一番左、地域プラットフォームの価値向上による MRR 増加と書いてありますが、我々はこの地域情報プラットフォームマイプレのサービスレベル機能を上げることによって MRR を増加しようというのが中心の成長戦略に据えております。マイプレプラットフォームによる収益が上がってくると、この上運営パートナーが増えます。このマイプレの収益性が上がると、今既存の運営しているパートナーが2エリア目を広げる、また新しいパートナーの参入障壁が下がる、これによって運営パートナーが増加する。運営パートナーが増加すると、右側リーチ可能な地域が拡大します。我々は各地域に運営者がいることを強みにしておりますので、地域情報流通事業セグメントにおけるサービス提供するエリアが増えていくと同時に、我々の公共ソリューション事業は地域にマイプレを運営する体制があることを他社にはない圧倒的な強みとしておりますし、結果を出せていますので、マイプレの運営パートナーが増え、リーチ可能な地域が増えると、公共ソリューションの提供地域も増えていきます。これによりさらに利益を上げ、また地域情報プラットフォームの価値向上につなげると、この循環を成長戦略の中心軸に据えているところでございます。結果、2020年8月期には運営パートナー187社になり、展開エリア数は857市区町村になるという計画で今期は進めております。はい、地域情報プラットフォームの価値向上、一体どんなことを計画しているのかのご紹介させていただきたいと思います。まず一つが、我々の情報の出口の一番大きな一つである地域情報サイトマイプレのリニューアルでございます。プラットフォームの中で最も多くの情報セットを生み出している地域情報サイトマイプレについて、この地域の付加価値情報を認知する、興味を持つ、行動する、リピートする、ファンになるというサイクルを生み出すためのデザインに変更いたします。我々が考えている付加価値情報を流通させる多様性が花開く、それを最も体感していただけるポータルサイトにリニューアルを計画しているところでございます。もう一つがマイプレアナライザーのリリースでございます。地域におけるプロモーションや集客において重要性を増しているローカルウェブマーケティングの効果的な実施を支援するためのマーケティングツールでございます。特に Google マイビジネスの活用結果を分析し、効果的に運用することができることが強みにしておりますけれども、これはポータルサイトマイプレとの連動により、より情報の発信から分析まで一元的に実施可能にできる、こんなツールでございます。僕らのメインの顧客である比較的リテラシーの低い地域の中小事業者に非常に安価で、かつ高機能なウェブマーケティングツール機会を提供できるものというふうに考えているところでございます。はい、もう一つ、公共ソリューション部分での成長戦略をお話しさせていただきたいと思います。まずふるさと納税事業の取り組みの拡充でございます。従来から力を入れている返礼品の開拓、これこそは我々ならではのサービスだと思っております。地域に寄り添い、地域を回る体制がある、そして付加価値を取材するノウハウ知見があるからこそできる地域、新たに我々が受託した地域においては、この地域にどんな魅力があるのか、どんな返礼品があり、どんなストーリーがあるのかの我々が開拓してくる。で、その生産者と一緒に商品化を寄り添って支援していく。で、我々が取材した付加価値情報をそれぞれふるさとチョイスさんをはじめとするそれぞれのふるさと納税ポータルサイトに我々がアップロードし、結果寄付額を増やせ、地域のシティプロモーションをお手伝いするというのが僕らの中心施策であり、我々の強みでございます。これを結果出すことによって受託自治体数を積極的に増やしていく、これが当期の成長戦略でございます。実際2022年8月期、今期入りまして、6自治体が新たにご縁をいただいて運営を開始しているところでございます。はい、と同時に、今期一つ大きな目玉なのが、公共ソリューションのもう一つ、新地域ポイントシステムのリプレイスを完了させることです。先ほどご案内したように、2021年8月期に地域ポイントの新たな新ポイントシステムの開発が完了しております。この自社開発のポイントを、今展開している8エリア、すべてリプレイスをしていく予定でございます。2022年8月期には移行工数が見込まれますけれども、この移行によってサービス価値向上が大きく図られると同時に、翌期以降、原価圧縮にも大きく貢献するふうに考えているところでございます。結果、2022年8月期の業績見通しの ご案内でございます。2022年8月期は売上高15億3100万円、営業利益1億100万円、経常利益9700万円で計画をしております。売上高は前期 13.5% 増、売上総利益は 16.7% という形の事業成長を見込んでおります。
中期的な成長加速のために今回上場で調達させてもらった資金をプラットフォーム開発への人材投資、新サービスの拡販やパートナー拡大のための広告投資に使わせていただきたいと思っております。これによって売上高は大きく伸びますけれども、営業利益は 0.4% の増益とほぼ横ばいの形にとどまらせてもらう計画で今期は進めさせていただきたいというふうに考えております。今後の取り組みを最後に紹介させていただきたいと思います。今期の影響業績には影響は軽微でありますけれども、中長期的な業績向上、そして我々の企業理念の実現のために取り組んでいることをいくつか代表的なものをご紹介させていただいて終わりにしたいと思います。まず一つが旧金谷小学校の利活用授業。これは全国に今廃校がどんどん増えております。学校というのは地域の中心地点にあるし、コミュニティの中心地でありますが、それが廃校になっていくというのは地域の利便性のみならず、非常にいろいろな文化の継承などなどいろんな問題が多いと。でこの廃校が生まれるにもかかわらず、ちょっと離れた郊外にはスーパーができている。でそこに賑わいを見せていることから考えると、進め方によってはこの廃校を非常に価値のある中心地にすることができるんじゃなかろうか。このコミュニティの中心地を町の中心地に取り戻すことによって地域の再活性化、地域の活性化に貢献するのみならず、非常に大きなビジネスチャンスとして生まれていくことができるんじゃなかろうかというふうに考えております。この金谷小学校の利活用事業を通して、この廃校の利活用事業というのを模索していきたいという取り組みを始めさせていただこうと思っております。そしてもう一つ、 IPDC を活用した災害情報伝達手段事業というものでございます。これは消防庁から委託を受け、実証実験で始めさせていただいているものでございます。地上デジタル放送を使った災害情報の発信でございます。昨今台風であるとか大雨等の災害の時に防災無線が聞こえないというのが問題になっております。一方、地上デジタル放送波はまだ電波帯が空いております。これを使ってもっと有効に、もっとよりシームレスに災害情報を発信できるんじゃなかろうか。かねてから災害情報配信に関しては我々知見を持っておりますので、そこを評価いただいて我々が実証実験させていただいておりますが、この地上波デジタルを使った災害情報配信 IPDC の活用事業の方に関しては、まだ今期は実証段階でありますが、いずれサービス事業化に向けて動きたいというふうに考えております。3つ目が情報銀行の活用でございます。いろいろなシーンで情報銀行、今各プレイヤーが模索されておりますけれども、我々は地域のラストワンマン担い手として、この情報銀行を地域においても活用できるんじゃなかろうかというふうに考えております。健康、医療等ですね、個人情報と自治体が保有する情報を組み合わせることによって、地域生活を進めるにあたって、個人がより適したサービスを提供できる仕組みができるんじゃなかろうか。大日本印刷さんと一緒にこちらも実証事業をやらせていただいているというところでございます。以上3つ、今後の取り組みをご紹介させていただいたところで、私の方からの説明は以上とさせていただきたいと思います。はい、皆様ご清聴いただきありがとうございました。